なんだ、剣が柱を通り抜けてきたぞ。しかもシャツが切れていない。シャツを切らずに俺の肉だけ切りやがった。一歩間合いを広げてなければやられていた。やろう、チャリオッツ。うわあ、こそこそ隠れてねえで出てきやがれ。うわしまった。なんてこった、見失ったぞ。どの柱の後ろにいるかわからねえ。敵は物質を透過して物が切断できるスタンドなんだ。俺のチャリオッツはせいぜい1メートル数十センチの射程距離。ちくしょう、苦戦しちまってるぜ。このポルナレフと剣の勝負をして一杯食わせるなんて生意気な野郎だ。しかしここまでだぜ、いい気になってられるのはよ。ふん、さあチャカちゃんよ、これでどうだ、かかってこい。要するに柱のそばにいなけりゃいいんだろ。まさか地面を潜ってくるかい。柱そのものだって切断できるんだぜ。死ね、ポルナレフ。危なかったぜ。ジョータロにも秘密のチャリオッツの奥の手だぜ。この剣心を飛ばすのはな、もっとも一本しかねえから、かわされたら剣がなくなるんで、本当にヤバい時しか使わねえがな。まあ死んじゃいねえが、この傷じゃリタイアだな。